皆様、本日はわざわざのご足労ありがとうございます。まずは今日までのご協力に感謝いたします。おかげさまで私のテレビ名はこれにて完成を迎えることができました。私の計算によりますと、本日の夜には雲は生まれず、いえ、雲が発生する理由はただの一つもございません。すなわち皆様に星空をご覧になっていただけるということですわ。どうかしたか？
違うぞ、私のじゃない、私たちのだ。お主人ちゃんは星を見たことがあるんだよな。やっぱりバカバカしく思うか。当たり前のように星空を見て育ったお主人ちゃんからすると、私たちのしていることはバカらしく思えるだろ。いいんだ、はっきり言ってほしい。ありがとう、はっきり言ってくれて。だから私もはっきりと言っておく。私はずっとこの日が来るのを待っていた。それが私の偽らざる気持ちだ。さっきお主人ちゃんはこう言ってくれた。俺にできることがあるなら何でも手伝うと。だからもう一つ偽らざる気持ちを言っておく。私はお主人ちゃんに手伝ってほしいんじゃないんだ。一緒に星空が見たいんだ。なあお主人ちゃん、双子座の由来を知ってるか？双子座は冬の星座でな、カストルとポルクスという星座が中心となって形成されている。このカストルとポルクスという星にはな、いくつもの逸話があるんだ。昔の人はよく夜空の星々が形作るものと自分たち民族の神話とを結びつけた。天体の運行は全ての事象を指し示すものだと考えていたから、手に届かない大空の瞬きと遥か高き御空から人々の生活を見下ろしている神々との間に共通するものを感じていたんだろう。神話と星座とを結ぶ話で一番有名なのは、なんといってもギリシャ神話だ。知ってるのか？そうか。このカストルとポルクスというのはスパルタ国の英雄でな、都市国家スパルタの王妃レダはある日
この世のものとは思えないほど美しい白鳥を見たんだ。羽ばたく姿は大きくも、その透き通るほどに純白な翼、水面に浮かんだその勇姿にレダは魅了された。この白鳥は実は神々の王ゼウスが姿を変えていたものでな。それでまあそのなんだ、いろいろあってレダは身ごもり、二つの卵を見落とした。うるさい。とにかく二つの卵だ。一つの卵からは弟ポルクスと妹ヘレネが誕生した。彼らはゼウスの神々の血を引いて、いかなる傷を負っても死なない不死の体だったという。そしてもう一つの卵からは兄カストルと姉クリュタイムネ、クリュタイムネストラ、しかしこの二人は弟たちと違って人間の血を引いて生まれてきた。きっと夫であるスパルタ王テンダオレスとの間の子供だったんだろう。カストルとポルクスはまるで親友のような兄弟だった。彼らはいつだって二人揃えば何でもできると、怖いものなど何もないと思っていたという。二人は武人として違った方向に優れていたんだ。カストルは乗馬、何より戦術に関して明るく、ポルクスは剣術と剣闘に抜きんでた腕前を持っていた。特にポルクスは火事の神ヘパイトスから授かった鉄の手首をはめ、その絶大な威力を見事に使いこなして万軍にも匹敵したという。いくつもの冒険を二人で力を合わせて乗り越えてきた兄弟だったが、ある戦で兄のカストルは矢に当たって命を落としてしまう。ポルクスも同じだけ矢を受けた。だが不死の体を持つ弟だけは無事だったんだ。ポルクスは嘆き悲しんだ。彼は人目をはばからず大声で泣き叫び続けた。その姿を哀れに思ったゼウスは、半神半人だった彼を正式な神の一員として天上へ連れて行こうとしたという。しかし彼は
カストルの亡骸を抱きしめたままその場を動こうともしなかった。神の誘いを断ったんだ。彼はこう言ったんだ。カストルと一緒でなければ意味がないと。そうだ、ゼウスはポルックスの思いを受け取り、彼の不死性を半分カストルに分け与えた。ポルクスは初めからこうしておけばよかったんだと言い、ゼウスを苦笑させた。こうして二人は一日おきに天界と人間界とで暮らすことになった。それでも神の力は半分になってしまった。だから二人はいずれ朽ち果てた。それでも後悔などなかった。その姿を見たゼウスはいつまでも二人が一緒にいられるようにと兄弟を夜空の星にしたんだ。隣り合う二つの星に、それがカストルとポルックスだ。そうだ。私、いい二見は我が夫、辰巳作を双子座として認める。だからもう一つ偽らざる気持ちを言っておく。私はお主人ちゃんに手伝ってほしいんじゃないんだ。一緒に星空が見たいんだ。どうした？何がだ？当然だろ、婿と嫁なんだから。
私は背伸びをしていただけだったんだな。ずっとこの日を待っていたはずだったのに、決めたことだと受け入れたことだと思っていたのに、嫁という形をなぞっていたに過ぎなかった。お前のおかげで気づくことができた。礼を言う。他に双子座を構成するのはプロプス、テジャトポステリオル、メブスタと。なんとなく読めてたが、一応突っ込んどくぞ。それからな、こら、ちゃんと聞いているのか？でな、ずっと昔から会いたかった。テリビナは私にとってようやく巡ってきた機会だ。私はな、あの雲の向こうまでこの思いがどこまでも届くといい、そう思うんだ。